ラッシュリーズはアメリカ合衆国のビトゲンシュタイン派の哲学者。スーンジ大学に1940年から1966年まで勤めた。リーズは主にルートビヒビトゲンシュタインの弟子、友人、一助管理者として知られる。リーズはエリザベス・アンスコムと共にビトゲンシュタインの死後に彼のとても影響力の高い作品、哲学探求を編纂した。また、リーズは 数学の基礎、哲学的考察、哲学的文法などのビトゲンシュタインの発表されていない意向を出版する権限があった。彼はバプティスト派の牧師、著述家にしてロチェスター大学の学長であったベンジャミン・ラッシュリーズの息子としてロチェスターで生まれた。彼はロチェスター大学で哲学を学んだが、無礼な質問をしたために1922年に追い出された。 1924年にはエディンバラに行き、そして1928年に卒業した。1932年にはケンブリッジで研究員になった。ケンブリッジではジョージ・エドワード・ムーアに印象を強く持たせた。ムーアはリースが最もよくできる生徒だと書き残している。最も重要なこととして彼はビトゲンシュタインと出会っている。 ビトゲンシュタインは、リーズの個人的に親しい友人となり、リーズが数ジに引っ越して、以降も彼を訪ねた。リーズ主に、ビトゲンシュタイン哲学の紹介者として、そして、友人、同僚のピーター・ウィンチや、以前の弟子で、彼の一管理者となるデヴィ、デウィゼファニア・フィリップスらに対する影響力で知られた。リーズは編纂の責任者であるだけではなく、 ビトゲンシュタインの残した遺産を発展させもして、ビトゲンシュタインが時々口にしていた自分がどう理解されたいかを反映して、宗教的、倫理的理解を重視することもあった。ゲオレグ・ヘンリク・フォン・ブリクト及びエリザベス・アンスコムと共に彼はビトゲンシュタインによって、以著管理者に指名された。また、リーズはビトゲンシュタインの個人的な遺言の執行者でもあった。 リーズは他の哲学者、特に例を挙げれば、シモーヌ・ベイの作品に大きな関心を集めるのにも影響した。ある時、リーズはキングス・カレッジ・ロンドンに先生を訪ね、ウィンチやノーマン・マルコムと共にビトゲンシュタイン派の恐るべき三頭政治を敷いている。リーズは妻の死後1982年にスーンに戻った。 スーンジで1983年から大学院の毎週の講義で教え続け、ケンブリッジの伝統に則っ,って少数の学生を研究活動についてより詳しく討論できるアットホームな会合に迎えた。また彼は自分がスーンジで講師をしていた頃に参加してきた著名な哲学者たちの中でビトゲンシュタインを会長に選んだ哲学の学会にも毎週参加した。その学会は 学生が自らの知性を試し、磨くことを期待されるフォーラムでもあった。以上のように、リーズが20世紀の最も優れた哲学者の注釈のみに先進したのではないことは明らかである。彼は複数出された力作で哲学に対する自信の深い洞察の進化を世に問い続けた。彼は自らの能力を消去して、以前教職にあった際に普及を諦めなければ、 行けなかったスウンジで、名誉学位を受けさせられなければいけなかった。彼は1989年に亡くなり、スウンジ近くのマンブルズにあるオイスターマウスレ霊ンに葬られた。オックスフォードディクショナリーオブナショナルバイオグラフィー、オックスフォード2004ピアニッシモ、5889、シーザバイアグラフクル、スケッチバイ DZ フィリップスインリース、オンレリジョンアンドフィロソフィー、1997。 ハットコリンレオ・ピーター・ウィインチ、テディントン 1999p4 ありがとうございます。